グッドモーニング i 今日は東海大学大野先生をゲストとしてお招きしまして、えー、っと、先生のグループで、まあ、この度ですね、日本からジャックの本ちゃんのペーパーにパブリッシュされたですね、旅にまつわるパルモナリハイパーテンションの役割、用語に,における、えー、まあ、起用ということについて、えー、今日はですね、吉田東海じゃない、えー、近畿大学、吉田先生。 <laughs> えー、研究大学の先生によってプレゼンしてもらって、えっと、まあ、指導をされた大野先生には、あの、ご指導、コメントいただくという形にしようと思います。じゃあ、吉田先生、お願いします。はい、お願いします。お願いします。えー、今回、先ほどご紹介ありました、JAK から、JAK、えー、に掲載されている日本からの報告で、えー、民の、まあ、術前術語含めて、えー、pH が予後にどのように影響してくるかというところを見られた、 報告になります結論に最初結論になりますけどやはり旅後に pH を認める症例、まあ、残存している症例あるいは新規で pH を発症した症例っていうのは、えー、予後が、えー、悪いというところが今回の結論一番大きい結論となっていますでもそもそも、えー、大動脈弁狭窄症と pH の関連に関しては、まあ、いろんな原因が言われてますけれども そんなに珍しくなく、割合としては大体報告として3割程度っていうのが結構多く報告されてますけれども、ースがあるとやっぱり LVH があって、それによって LV の10万圧が上がることで、砂防圧も上がってきて、PH につながるという基準だったり、あるいは、差質の機能障害から容量負荷が起こることで PH が起きるなど、様々な基準がこれまで報告されています。 1一つ、エースの症例で、エースの進行というよりも、いろんな場所の,その障害によってステージングが分類されているものもあるんですけれども、やっぱり左室からサボあるいは肺動脈だったり RV まで障害が進むに つれて、死亡とか心血管子のその予後っていうところが悪くなるということが言われていて、まあ、肺に関して言うとステージ、ph っていうとステージ3以上っていうところになってくるかなと思いますけれども、えこれまでもやっぱり術前に ph がある症例っていうのは、旅をしてもその1年生存率、まあ、予後に影響してくるという報告はあって、えー、特にその ph の値が ま、重症になればなるほど、えー、予後が悪いと言われていて、特にシビア PH、えー、シストリックの PA 圧が60を、えー、超えているものは、独立した予後因子という報告もあります。ただ一方で、やっぱり旅をすることによって、PH がまあ改善を得られるという症例も、えー、多く見られていて、またそれに伴ってというところもあると思うんですけれども、右心機能の改善もするというふうなことも言われています。 ただ逆に一方で言うと、旅後に PH が改善しない症例というのは、改善する症例と比べると、予後が悪いというところも現状としてあります。これはだから、やっぱりその原因としてリアクティブかどうかっていう、まあ、肺,肺が原因なのか、それとも殺心系が原因なのかっていうことでは、って,っていう理解でいいですか えっと、その pH が改善するかどうかっていうところです。リアクティブなやつは改善するだろうし、もともとその基質的にも肺肺血管とかやられてる人はもう、改善しないと。あとは、まあ、右心機能もそういうところに影響してくるのかもしれないです。あとはあれですか、その利病期間が長いと、もう改善するような、改善しないところまで行っちゃってる人も入ってるってことかしらもう入ってると思います。ただ、そこまでその細かく、えー、どういう、 改善する人としない人の基乗っていうところまではちょっと私も今回見られてないんですけど、はい、やっぱりあの差し質がダメージ大きいとやっぱりその後の回復っていうのは悪いのかなという印象はあります、はい、ただやっぱりその手術たび手術期の pH っていうのは非常にその動的なものでもあって、まあ、術前の pH が残る症例もあったり逆に新規に pH 発症してくるものもあったりっていうのが は経験します。で、今回、ただ、ま、そこに関して言うとデータが非常に限られているので、ま、手術、た手術期の PH が旅後に影響、予後、与え、旅後に、予後に与える影響を見ることと、あとは旅後に残存している PH だったり、あるいは新規の PH が、どういうものが要因で起こってくるかっていうところの予測因子に関して、え、評価することを目的として、今回の研究が行われています。 方法ですけれどもプロスペクティブマルチセンターオブザベーショナルスタディで登録期間2013年の10月から2017年の5月に CBIS に対して旅が施行された症例を対象とされていますプライマリーエンドポイントは2年間の全死亡セカンダリーエンドポイントが2年間の心不全再入院というふうに設定されています ページェントツリーになりますけれども、もともとの登録症例2588症例から、えー、PH の評価がされていないものだったり、あとは緊急の症例を除いた合計1872症例が、えー、今回登録されています。これ多施設でしたっけ単施設多施設です。えっ、ー、と、オーシャンのか。オーシャンの場はいな、はいはい、ります。で、えっ、ー、と、もともとここが術前に PH があった症、こっちがなかった方であった。 pH があった方。で、カットラインとしては、シストリック PAP が36っていうところが pH のカットラインとなっています。で、えっと、だいたい3割に術前の時点で pH があって、これは過去の報告とほぼ同等かなと思います。で、えっと、こっち、術前に pH がない症例の中で、タビをしても pH がないままの人と、新しく出てくる人。で、術前 pH がある症例の中で pH が 旅をすると良くなった症例と、えー、ph が残っている症例っていう4群に今回分けて評価がされています。で、だいたい。今半分ちょっとがえ術、ー、前術後ともに ph なく経過している人で、えっ、ー、と15%の人たちは術前は ph なかったけど、術後に出てきている人で術前に ph があった人たちだと。まあだいたい半分がえ術、ー、後。 正常化すするといいいううふにに結果になっています面白いねこれだけでも面白いですけど、これ36ってのはどういうカットオフなんでしたっけ、えっと、どういうカットオフえっとなど、な、な、もともと36っていうのはあ、えー、これちょっと補足しましょうか。お願、はいしますはい、これあの実はエディターから一番突っ込まれたところで、うん、さすが JK さんって感じなんですけど、<laughs> えー、<laughs> あの、 これ、先行研究見ると、いろいろなカットオフでされてるんですよね、うんうん、もちろん。で、単に pH っていうカットオフも使われてれば、あのもしかしたら、あとで、先生、少し細かるかもですけども、例えば60、収縮気圧で60のシビア pH でどうかとか、いろいろあるんですよ。で、それぞれ多分価値があるし、まあ、見てるものが少し違うと思うんですけど、僕らはこれ、あのなぜこれ選んだかっていうと、一応、アメリカとヨーロッパの pH のガイドラインっていうのがありまして、で、今、 じゃあ pH そもそも何で定義するか、もちろんゴールドスタンダードは右心過程なんですけど、一応エコー上だと tr の あのベロシティでやるっていうのがたぶん一般的だと思うんですよね、でそれが2.8メートルっていうのが一つカットオフになっていて、でそれとの一番相関があるっていうところがこう一応この数値ではあるんですよね、あとは他の先行研究でバリデート,バリデートされてるカットオフだっていうところで、これをまあ使いましたというふうに僕らあのメソッドに補足して書いてるんですけど、でも、なぜやっぱこれなんだっていうのは、最後の最後まで聞かれて。 それ僕の僕らのボスの碇先生にも聞いたんですけど、もう結構、ジャックっていう雑誌はもう教科書を自負するぐらいのペーパーなので、うんうん、こうなんか、あの診断基準を設定するっていうスタンスでいくのはよくないだろうと、うんあくまでこれをまあこの今回の4軍間のこの調べる目的でちょっと使いましたっていうふうにするのがいいだろうっていう戦略で、そういうのをちょっとあのレブっタルに書いたりしてっていうところでしたね、なじゃあ話としては。はい わかりました。ありがとうございます。えっと、まあ、これを元に、えー、いろいろ評価されていますけれども、まず患者背景で、こちらに関しては、主にベースラインの pH がない症例とある症例で見てみると、ベースラインの pH がある症例に関して言うと、まあ、女性が多くて、あとは AF だったり COPD、CKD、NIHA の3または4の症例。 で、STS スコアだったり、ロジスティックユーロスコアが高い症例っていうのが、まあ、ベースラインに pH を持っている人たちが、まあそういうのが多かったというふうな結果になっています。で、えっ、ー、と、ベースラインのエコーデータに関して言うと、まあこれ4群の比較で見てみると、えっ、ー、と、まずオレンジ色、ベースラインの pH、ベースラインに pH がある症例っていうのは、えー、サボが大きかったり、あとは EVI プライムが高知っていうところで、まあ拡張能が悪い。 まあ悪いっていうところがあるかなというふうに思います。で、そのベースラインに pH がある症例で、えー、旅後良くなっている、pH がなくなっている症例としては、えっ、ー、と、EF が、なぜか低い症例が、えー、良くなっているっていうのがあるのと、あとは、えっ、ー、と、モデレート以上の MR の症例っていうのが、実、えー、後 pH が改善している症例になっています。 で、えっと、実後も pH が残り続ける症例っていうのは、モデレート以上の AR と TR がある症例っていうのは、実、えー、後も pH が残り続けるというふうな、えー、背景になっていました。で、えー、ここから、えー、アウトカムに入っていきますけれども、えー、大体、まあ、まずベースラインの pH ありなしで見てみると、えー、pH がもともとある症例の方が、やはり全死亡、心血管死、死心不全入院すべてにおいて予後が悪いというふうな結果で、 で、その中でも pH の,あの重症度別に分けてみると、やはり、まあ、よりシビア pH、も60以上がシビア pH と言われてますけれども、そっちの方が、えー、シビア以下マ、ま、マイルドモデレートの pH と比べても予語が悪いというふうな結果になっているので、やはり、あの、p 圧が高ければ高いほど、えー、旅後の用語も悪いというふうな結果になっています。で、えー、っと、 細かく分けて見られたアウトカムになりますけれども、もえー、PH が術前術後ともにない症例と比べていくと、やはり治療後に PH がある症例、まあ、新規の症例だったり、えー、残存している症例というのは、まあ、予後が悪いというふうな結果で、で逆に、えー、治療後に PH が改善する症例というのは、治療,から治療前から PH を認めてない症例と予後には優位差はないというふうな 結果になってさまざまあ、様々な年齢性別だったり、あとは冠、えー、動脈の起用とか、基礎疾患などで、えー、調,調整されたものでの結果になりますけれども、やはり、えー、旅後の T、えー、新規の PH、あるいは治療後に残存する PH というのは、PH の内症例と比べてヨガ悪化因子というふうな結果になっていました。 どういうところがその pH、旅後の pH に影響してるくるかっていうのも見られているんですけれども、pH が残存する症例、実前も術後も pH がある症例っていうのは、やはり AF がある症例だったり、実前に TR がモデレット以上。で、ですが EF が割と保たれてる症例っていうのが入っているのと、pH の中でもシビア pH と言われる PA 圧が60を超えるものっていうのが、pH、実前も pH があって、術後も。 pH が残ってしまうというふうな症例の予測因子となっています。あと、術前は pH なかったのに、術後に pH が発症するその新規の pH の予測因子に関して言うと、ここもやっぱり AF が残っているのと、あとは術前の TR モデレート以上で、術後に MR がモデレート以上ある症例、あとは ppm ですね、人工弁、えー、ミスマッチと言われる、まあ EOA が低小さい症例っていうのが、 新規に PH を発症してくるというふうな結果になっていました。えーまあ、旅後に、P、旅実前に PH がある症例というのは、やはり予後悪化につなが,りますつながっていました。ただ、旅後に PH が改善した症例というのは、まあ、予後の改善にも逆につながっていて、ただ逆に、えー、旅後に新規に PH を認めている症例だったり、PH が残存している症例というのは、えー、死亡だったり、心不全再入院のリスクが増加するというふうな結果になっていました。で 旅後の PA 圧っていうのは、旅前の PH,、eh, PH と比べてより強力な予防予測因子という風な結果になっていて、eh, 旅後の PH の残存の予測因子としては AF だったり、術、eh, 前 TR がモデレート以上、あとは新機能が良い方っていうところもそういう、eh, 旅後に PH が残存する症例として、eh, 要因となっていて、あとは、もちろんシビア PH の症例っていうのは、術後も PH が残る。 というふうな結果になっていました。で、旅後新規に、えー、pH が発症するものとしては tr がモデレート以上のもの。あとはえ、実前、治療前の tr がモデレート以上のもの。治療後の mr がモデレート以上のもの。あとは ppm っていうところが、まあ、今回予測因子として、結果、えー、予測因子になっていました。やはり、まあ、こういうところから、 考えると CBIS の旅症例っていうのは、術前術後の PH だったり、あるいはそれに影響する因子、まあ、弁膜症っていうところだったり、PA、えー、圧もそうですし、あとは、まあ、IOA っていうところを含めて、術、えー、前術後ともに評価することが、えー、重要であるというふうに考えられますで。で、今回結構 AF っていうところも残ってきていて、これ最初の症、 ものと一緒なんですけど、同じような基準で、やっぱり AF がある、あ、AS があると、えっ、ー、と、心房の繊維化とか、心房拡大につながることで AF っていうのも発症しやすくなって、過去にも PH 残像の危険因子の中の一つとして、やっぱり AF、まあ、心房の不整脈っていうのは言われていて、AF があるような、えー、シビア AS の症例っていうのは、まあ、旅するにおいても、やはり、 え、f と pH の管理、両方を、あの、やっていくことが用語改善につながるのではないかというふうにも考えられています。今回結論ですけれども、手術,手術期の pH の状態は旅後の天気を有意にリスク層別化していました。 で正常化した pH の症例や pH がない症例のと、まあ、同様の天気を示していて一方で新たに発症した pH だったり pH が残存する症例っていうのは死亡率の増加と心不全による再入院のリスクに関連していました。でえー、残存、えー、予測因子としては旅後に、えー、残存 pH がある症例。 ものの予測因子としては AF だったり、治療前の TR がモデレート以上、あと EF が保たれている症例というのに対して、えー、逆に治療前のモデレート以上の TR、あとは治療後の MR モデレート以上の症例、PPM というのが、新規に PH を発症する予測因子というふうな結果でした。以上になります。はい、ありがとうございましたありがとうございました。 ということで、今日はオーシャンレジストリーから、解析は何人ぐらいでしたっけ ?2000 人弱ぐらいでしたっけそうですね、トータル1800ちょっとっていう。はい、旅を受けた、これトランスフェモラルもトランスアピカルも、まあ、何も全部入っているという症例だと思いますけれども、<laughs> えっと、それを、術、えー、前と術後の36のカットオフで切った、まあ、えっ、ー、と、パルモナリハイパーテーション、PAP ですかね。 っていうので、まあ、4群に分けると、一番悪いのは、もともとあって残っちゃった人。で、えっ、ー、と、2番目に悪いのが、新規に発症した人。はい、で、もちろん一番いいのはもあの、ずっとない人だけれども、で、その次にいいのが、まあ、もともとあったけど改善した人っていう理解でいいですかね。はい えっと、カプラマヤもう一回見せてもらっていいですか、えっと、皆さんご存知だとは思いますけれども、大野先生はですね、まあ、あのストラクチャーの人だと思われていると思いますが、もともとは画像の人ですよね。先生、よくご存知で。<laughs> 自分で言ってましたね。素晴らしいというか、この四群になるんだっていう感じで,ですよね。このカプラマ、ね、なんね。ともすると、この赤と黒が大体重なって、 何か絵も言われぬというか何とも言えないような結果になりがちだと思うんですが全脂肪で見るとこんだけ創別化できるっても非常に面白いなと思うんですけどあのそんなエコーの、えー、と大野先生のこのモチベーションというか思いつきってどういうところからだったんですかねはいありがとうございます。あの江、ー、先生素晴らしいプレゼンありがとうございました。これ本当に実理印象で見ていてい あの、なんか旅、あの、サクッとうまく終わってるけど、なんか、 すっきりしない、まあ、ちょっと心不全症状残ったりとか、え、この人、早期になんか入院してきてるけど何、何っていうところからですよねで、そういうところを見てみると、なんかプロシージャーはうまくいってるんだけども、なんか血行動態、要はあのそのエコー上、なんかいや圧が高いとか、pH が残存してるとかっていうところで、なんでだっていうところだったんですよね、であのもちろん、ファーストオーサーの宮本先生が全部ドライブしてくれたんですけども。 あの最初、彼はあのベースラインの pH の3群、要は非常にもベースラインでベリーバッドの pH、うんうん、で中等度の pH、ノー pH の3群で、まあ、当然綺麗に層別化できるんで、うんうん、ちょっとこれであのリサーチしていきたいですっていうふうに持ってきてくれて、うん、あまあそれは面白いよねと、ただまあ先行研究もそれなりにあるし、ちょっと新規性という意味では、うん、もう一声欲しくないっていうところで、でも、 終わってから PH になる人ってどうなのそのホーとはってちょっと追加で調べてみてっていうところからすべて始まったんですよね。そしたらやっぱりや予想通りこの4群がきれいに層別化されて、うん、多分一応セントラルイラストレーションではこのペーパー全脂肪プラス心不全再入院のコンバインドにしてるんですけども、やっぱりメインジャックに拾ってくれたのは、この脂肪で。 綺麗に送別化でできたっていうところですよねやっぱり結構ハードエンドポイントって重要視されてるんだと思うんですよね。これは当然こうやってきれいにさらに差が開くんですけど <laughs> あの、モータリティだけでこれ多分差がつかなくて心不全再入院でドリブンされてこういう結果だったら多分拾われてないんじゃないかなとは思ってるんですけど、ね、な,なるほどね。いや、はいそ、そうですよね、その通りだと思いますけれども、これ、面白いのはいのは、えー、赤と青はあんまりというか優位さはないということなんで、 えー、例えばもともと pH があってもノーマライズするようなものであればいいということになるとは思うんですけどまず1点は、えー、とノーマライズするってことは、うん、どういう pH だったかというふうに考えると、うん、AS があって差、うん、室の拡張末期圧が高くなっていてでそれで、えー、と LA 圧も高くって、うん、でパルモナリハイパーテンション。そうですねなので ポストキャピラリーの PH がめ、うんまあ、ほとんどピュアな病態のセカンダリーの PH のケースってことですよね。ってことですよね。なので、えっと、一番最後の蓋を取ってあげれば、全部改善する。なるほど。そうすると、これ、なんていうか、比較的年齢が若かったりするんじゃないかなと思うんですけど、そんなことはないですかこの赤グループ、吉田先生、どうですかいや、年齢は確か。変わんないんだ。そのエースの医期間とか<あ>。<ピ> あなんてうんてですかねもともと PH がある症例っていうのは年齢やっぱ引っ張られてましたけど、ちょっと多分4軍で PH、うん、年齢は、ちょっと待ってください、4軍だと。まあでも十条先生ご指摘の通りで、そういう僕もあの印象というか、理解はあるんですけど、ただ一方で、同じ利用期間、同じ年齢でも全然このエースのプログレッションとか、LV に対する 影響って個人差があるので,、うんそ,でね、そこもまた面白いですよね多分環境とかジェネティックなところもおそらく関係してるのかなとは思うんですけど、うん、なるほど、それともう一つはですねやっぱりこの紫とブルーはまあよしということで、うん、面白いのは赤と黒だと思うんですけど、この黒の新規に発症するって一体これ、大野先生、どういう、なんですか、これは。なんで顕在化しちゃうんですかね、ニューオンセットは。 ありがとうございます。これは僕らのチームの中でもいろいろ、もちろん協調者含めてですね、あのディスカッションしたところなんですけれども、あのいや、足っていいことしてるんだよねと、まあ、エースも解除して、結構力学的ヘモダイナミクスねいいことしてるんだけども、術、まあ、後にこう出てきてるのはなんでだっていう話なんですよね。で これ、一つ、こうレビューアとかから突っ込まれたのは、どのポイントで pH の評価をしたデータなのかっていうことで、一応やっぱり、そのフォロー、まあ、おそらく一番サイエンティフィックにはまあ30日とかちょっと間空いたところですよね。要は、術後、少し LV のこうリバースの時間も与えてあげてみたいなところで。 での評価がおそらく一番良かったんだと僕らも思ってるんですけど、やっぱそうすると少し N が減ってきたりとか、えー、っていうところもあって、今回は一番、まあ、あのー、退院前のエコーを入れてます。うんうん、で、まあ、アメリカと違ってまだ少し救いなのは、入院期間が日本長いんで、まあ、1週間から10日前後ぐらいでのポイントなんですよね。全員取れてたって感じですかえっと、いや、プレポストで全て どっちかが欠落してたりしたのはやっぱり500人ぐらいそれでもいるんですよ。それは最初のスタディートリーで除外してるんですけどその1週間ぐらいのタイミングで出てくる pH ってやっぱりその手術期に例えば、まあ、もちろん PVL が残った症例とか、はいあのー、コンダクションディスターバンスが起こって遮脚ブロックになったりとか、はい まあ、ペースメーカーが入ったりとか、あとは、まあ、従中に、こう、過剰に有益が入ったりして、翌日に取ったデータが使われてたりとか、まあ、いろんなケースが多分あると思う。うん、そうですよね。はい。えー、だ,だから、確かにそこはレビューアーにも突っ込まれましたし、あの、吉田先生が挙げてくれた、その、エースのステージングっていう最初、フィギュアを見ていただくと、 えー、いいそれですよね。これ、ヨッペンハートに、あの、フィリップ・ジェネローっていうカナダの先生がこれ出してるんですけど、この先生が実は僕らのでペーパーのジャックのエディトリアルを書いてくれたんですよね。だからまあ確かにこの,ス,ターあのステージングと僕らの結果はコンシステントでリーズナブルなのでっていうところも書いてくれてるんですけど、そのエディトリアルでもやっぱり ディスチャージ前のそのエコーだとちょっと早い可能性があるよねっていうのも一つ指摘はされてるんですよね。うん、だから結構そのなぜじゃあ新規にーチが出るかっていうのはいろいろあるんですけども、おそらくまあもちろんニューオンセットの AF が関与してたりとか、その受注のちょっと主義でサブオプティマルに終わった症例も一部当然あったりとか、あとはまああの僕らが今回新しい新規予測因子として出してきた PPM っていうのは一応あるんですけども、あのー、 普通考えるところでその PBL が優位に残ったりとかペースメーカーになった人も因子として出てくるかなってちょっとここは予想してたので期待も込めて解析したんですけどそれはまあ残らなかったんですよね。うん、なので僕らの理解はまあおそらくいろんなやっぱりマルチファクトリアルというか、まあ、いろんな <laughs> あの手術期のやっぱりその体エースは解除はしているもののオペ信臭とかまあいろんなファクターが入って いてまあその退院前のデータで取ると、ちょっと悪くな一過性に悪くなっている人もいるだろうと、まあおそらくその人をフォローして、30日後にやっぱり依然まだ PH 残存なのか、うん、本当に一過性に悪くなって、ただ一過性で良くなっているかっていうのは、やっぱり検証が必要かなっていうふうに思ってます。なるほどわかかかりりまました私からもも一つ質問いいいでですすすちろんですありがとうございます今日 あの新規に pH が発症している症例で、MR、モデレ術後の MR モデレート以上というのが多分予測に入ってたと思うんですけど、術後にままあ、まあ経験あるんですけど、どういった症例が先生がやっている中で、どういった症例がその術後 MR 増えるとかっていうのって、なんとなくあります やっぱりその主義的なあの受注の負荷とか主義的な要素ということでやっぱり PVL がある程度あると差出の少し容量負荷になって二次性にちょっと MR が増えたりとかですねあとは、まあ、場合によってはかくブロックケースで少し増えたりっていうのはあると思うんですけども、あのー、さっき言ったように、まあ、PVL っていうのはまあの有意な印子としては残らなかったのとだから何にこう連動してるのかっていうのはちょっと実臨床ではそういう印象はあるんですけども、うん、今回のスタディではちょっとそこも一つリミテーションかなとは思ってますはっきりとした、えー、関連っていうのはちょっと印子としてはほかは出てこなかったんですよね。あまりのののワイヤーの位置とかそういういって あ、でも先生、それもやっぱありますよね。うん、あのー、まあ、僕らも500何例中1例検索断裂で、あの、要は、 インジャリーによるっっっててのを作ってしまったこともありますしだ、それはそとはいってもそんなに多くはないのと、うん、術中、ワイヤーの位置で MR がわっと悪くなることはよくあると思うんですけども、うう基本的にはワイヤー取り取り除いたり、ピグテールに変えたりすれば落ち着くものなので、術後のエコーでは、も,うもちろん心内には何もそういった残存の異物はないですから、あのそういう要素は、まあ、減ってるはずだなとは思うんですけどね。うん、ただ、まあ、マイイナーーのインジャリーとかそういういは やっぱりあるのかもしれませんね先生おっしゃるとりやってますね。た弁を押すことによってこの M 弁がその就職されてですねあの形が変わってっていうか押されて M アールが出てでそれで新規の、えー、まあなんかパルマネハイパーテンションが出ちゃうっていう可能性もありますかあんまりない,い先生よ。 面白いですね。それも過去にもケースレポートレベルで、例えば弁が特に深く入っちゃって、前線と干渉した MS になるパターン MR になるパターンも報告されてるんですよね。うん、なので、まあ、そういった可能性はあるかもしれません。ただ、まあ、これ2013年から17年ぐらいのスタディで、吉田先生、フローチャートを示してくれましたけども、 まあ最近は特に、まあ、伝動障害を予防するっていう意味で、より高めに留置するっていうトレンドなので、今はたぶんほとんどないと思うんですけども、うん、この次第であれば結構深めに入っちゃって、そういったやっぱり干渉っていうのは、十条、うん、先生指摘の通り、やっぱりありうるとは思います。なるほどね。はい、あとですね、この、えー、っと今回はその36っていうカットオフっていうか、絶対値で取っているので、そのやっぱりもともとのパルモナリハーパーテンション60以上っていう大きな人は、 いくら改善したとしても30を下回、ま、36を下回らないっていうことで、まあ、よく分けられちゃうと思うんですけど、ううね、例えば改善したことがいいっていうことはありますそれともやっぱりカットオフが絶対なんですかねいやいや、先生、あのそれもとてもいいですね。例えば、ベースラインで60あった人かじゃあ、 40に改善した場合どうなんだっていうことですよね、はいはい、裏側が、うん。そうです、そうです。いや、それは絶あのよくなってます。僕ら、単にインプルーブした人とも一応見たりしたんですけども、やっぱり改善するだけでイベントは少しよくなるんですよ。そうなんだ。なるほど。はい、うん、ありました。さて、えー、っと、皆さんどうですかせっかくの機会ですけれども、大丈夫かなうん。 あのここから非常に面白いあのなんていうか観察だと思うんですけどじゃあ我々はこのえっ、ー、と結果を持って、えー、明日から何をすればいいっていうのはどういうメッセージになりますかね先生ありがとうございますまあそこですよねこうまあチェンジプラクティスほどのインパクトはまあないにせよ何かしら <laughs> あのの現場のマネージんそんなことないと思いますけど僕らにとってはそういうインパクトはあるんですけども、うんまあ、あの先生方の少し役に立てれば嬉しいかなっていうところでま本、あ、当ちょっとしたこうマネージの積み重ねで旅っていろいろベースラインの背景が悪かったり合併症が多い人なので。うんうん、<laughs> あのー そういうい目で、取り組めるるのかなとは思ってるんですよねでもちろん、術前に分かることっていうのは最大限生かすべきだし、当然、術前にこう PH がある人はあの予後が悪い可能性があるので、一つは、まあ、当然、患者さん、家族への病状説明のにまに、まあ、こういう要素があるから、うん、あの治療がまあ無事終わって良くなるというふうには期待できるけれども、 少しまあその心臓への影響っていうのは残りやすいかもしれないとか、ですね、うん、まあそういうまあ、まあ、リスク層別化でだと思ってるんですね、一応、このあのスタディーはですね、まあ、それが一つだと思います。であとは、まあ術後、一応、我々も退院前に指導ということで、あの家族本人にいろいろ退院後、気をつけることなんて話皆、話していると思うんですけれども、まあ、えー、今回のスタディーで言ったように、あの退院前のエコー、あの 技術後のエコーとして取り入れているので、うん、まあそのデータを見て、ですねあのやっぱり利尿剤とか、今、新保護薬、いろいろありますから、やっぱりメディケーションのオプティマイゼーションって、これはもうクリップでは当然より新機能の悪い方法となので言われてますが、やっぱり足袋もおろそかにできないと思うんですよね。 開業医さんからあの紹介いただくときに、ノーメディケーションできたりとか、まあ、別にあのースの横を変える薬はないのでいいんですけども、無、ね、術後にやっぱり、ラス阻害薬をきちんと入れるとか、ですねやっぱり指摘の血圧とか、まあ全負荷、高負荷のコントロールとかですね、やっぱり僕はメディケーション、やっぱり僕ら内科医ですから。 そこは一つ差が作れるところなのかなと思っていて、うん、多分このスタディでもいろいろディスカッション書いてるんですけど、そういう pH に対する薬とか、まあ、そういうのも今後、フューチャーインベスティゲーションの一つかなというところは考えてますいや僕も全くそう思っていてその、いわゆるだから、パルモナリーハイパーテンションに対する、まあ、お薬の導入っていうのは、うん、より積極的に考えてもいいんですかね、この結果を見ると。 そうなんですよねだから、まあ、どういう薬を使うのか、いわゆる左心系に対する保護薬なのか、肺血管拡張薬なのか、それは僕らのスタディのもう一つのリミテーションで、実前に右心過程をやってないので、その,あの要はプレキャピラリーな要素がどれだけあるかとか、ポストキャピラリーだけなのか、コンバインなのか、まあ、その右心過程データをもとに、送別化した過去のスタディもあるんですけど、うん、なので、まあ、そういうのによって適、適材な、 適切な薬をこう使い分けるっていうことも、うん、まあ場合によってはありなのかなと思ったりもしてます。はい、またまた、基事は分からないけど、SGLT2 疎外薬なのか。いや、本当そうですよね。いいね <laughs> うん、そういうことですね。はい、<laughs> はい。えー、っとそう、聞きたいことは聞いたかな。吉田先生、大丈夫ですかはい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ということで、えー、っと、長い時間にわたってですね、あの、丁寧に、うん 大、えー、野先生からご説明、解説いただきましたけれども、あのやっぱりそのなんこの今回でおもかったなっていうふうに思うことは、もともとの術、えー、前のパラメーターとしての pH も確かに大切なんだけれども、それが足、えー、によって変わる可能性がある患者さんがいて、やっぱりより大事なことっていうのは、えーまあ、ポストオペラティブな。 pH があるかどうかっていうのを、やっぱり術後もちゃんと評価するっていうことと、それから、まあ、さっき、大野先生おっしゃってましたけれども、それをしっかり、まあ,あ、どう変わったかっていうのを認識して、家族、ご家族、それからご本人に伝えることっていうことが大事。 ということ。でまあ、もっというう深掘りするならば、それがまあ何が起こっているのか、プレーなのか、ポストのキャピラリーなのかということを、まあ、なんとなく想定するということと、えー、それに対応するお薬っていうのも、もしかしたらこのオーダーメイドで考えてもいいんじゃないのかなというようなメッセージになるというようなことを勉強させていただきました。ということで、大野先生、今日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。した私自身、勉強になって楽しみました。き今日もコロナに気をつけて。